どうもつりてつチャンネルです。今回は山口県の川上ダムで行われた仲間内大会の模様をお届けします。前日夜から明け方にかけて冷たい雨が降ってかなり厳しい展開が予想される状況でした。川上ダムは1年前の仲間内大会以来ということで全然状況が分かってなくて一からバスを探す展開になりました。さあどんな展開になるんでしょうか。今回ライブスコープの差し込み映像を入れてみました。バスのスイッチが入る瞬間やバイトの瞬間など貴重な映像が撮れていますのでぜひ最後までご視聴ください。よろしければチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。それでは本編スタート。よいしょ。よし、まずはスイチュー岬から。よっしゃー、しゃ一本目太っていいバスですね。
さあ、2本目。これは、うわ。さあ、2本目。1850。暴れた。やわらさんぞ。よっしゃよっしゃ、3本目来ました。キロ、ジャスト。
もう1キロあるじゃん。1185。1185。4,890。初優勝。久しぶりに見た。久しぶりに見た。ライブスコープサイトで1本は坂又シャット5インチのミドスと2本はアラバマです。やっぱ香港の方が太いですね。ね、